はい、あ、くすぐだそこ舐めるのはくすぐったいです。ジャン君、はいはい、うん、はい、完全に挟みました。ジャン君、ジャン君、うん、うん、よし、じゃあ、ちゃんくん、はい、ちゃんくん、あれ、気がついてないよ。はい、ちゃんくん、あれか、ブラシ要求。ブラシどこ行った？ん？取り出した？あ、痛い。あ、ここだ、おいで。はい、どうぞ。はい、はい、これ終わったら運動ね。くすぐる。むずむずするよ、ジャン君。さあ、行ってみるか。はい、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 いいね、反応いいね。はい、ちゃんはぐっすりお休み中ですが、もうすぐ
生配信の時間ですよ。またこのところ、生配信中は2人とも寝てる姿が多くなってきたのでですね、今ジャン君起きてるけど配信始まると寝ちゃうんだよね。なんかね、相手にされてないからね。はい、いいですよ。はいはい。って言ってと、6時になりました。今日は4月14日ですね、猫カフェアスタマニアニアスタートいたします。コキヨタさんこんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。大井さんこんばんは。こんばんは、ようこそ。今日もですね、ジャン君、ポンちゃんは、あ、ジャン君は近くで、座った状態ですが、ポンちゃんは熟睡しております。どこに顔があるのかよくわからないかもしれませんが、そのうち起きるかな、1時間の間に起きるかなということです。まずはジャン君思い出動画ですね、こちらの方を表示しますね。今日の思い出動画は、480番目の動画。ジャン君が我が家に来て一番最初の、取っかかりですねは、シャーシャー行って、人を威嚇してっていうのがありましたけれども、その後は、だんだん慣れてきてからはですね、今度は人に依存が始まるっていうところですね。最初のね、留守番の時は喜んでたんだよね。やった、人間がいない、羽が伸ばせると。